ガリータイム。これ団体戦というのはですね、はい、個人で一人でやる演技をですね、はい、3人一緒にやって、はい、しかも個人個人がうまくてもダメ、それが3人ぴったり合ってなきゃいけないというのがこれの特典の見どころといいますかね、はい、ですから個人よりも全体で、それがいかに呼吸が合っているかということでございますから、大変ですね、この呼吸を合わせるということがね、そういうことですね、はい、一人一人の特徴を生かしながら、はい、しかも3人がきちっと合ってると、はい、いうことが必要になりますからね。ですから全部同じでもいけないわけですよね。その中に個人としての持ち味がなければいけない、そういうことですね、ということですからね、ベルギーの選手の方をご覧いただいております。点数ですね、はい、点数が出たようです。合計で 73.0 でございます。続いてはこれはイタリアでございますか。そうですね、はい、やはり同じ方のようですね、これも運数ですね、はい、運数という方でございました。先ほどのベルギーの選手もこの方でございましたね。これは非常に派手でですね、はい、見栄えのする方ですから、よく今回の方試合ではこれを使ってましたね、はい、日本の団体チームもこれを使ってますね。あ、そうですか、本当にこう見栄えのする方でございますからね。そうですね、はい、季節してこう3チームともですね、1、2、3位がこの運数を演じていますね、はい、力強い言い方をやりますね、合計点で 74.1 でございます。そしていよいよ日本チームでございます。片同じくこれは運数でございますね。そうですね、やはりベテランですからね、はい、3人の中心になってよくまとめてますね。扇の要というわけでございますね。そうですね、ベルギー、イタリアも大変良、かったんですけども、はい、はい、ちょっと一日の長があるという感じがありますね。やっぱり日本という感じがいたしますけれども、日本チームの選手、運数を見せていただいております。の最後 の回ってジャンプするところですね、はい、あそこはやっぱり一つの見せ場になる、そうですね、3人がきれいに揃っております、合計点で 74.8 でございます。ご覧をいただきました男子団体戦、方は1位が日本優勝でございます。2位イタリア、3位ベルギーと続いたわけでございます。